さあ、やっていきますか。今日は平塚と奈良ですね。ちょっと昨日まではマジでダメだったんで、今日からはなんとか3連勝いきたいですね。3連敗したんで。紫ダービーさん、こんばんは。お願いします。富士ちゃん、こんばんは。9月の14、木曜日ですね。疲れたね、今日も。いやー、もう一日の一ちゃん疲れた時間帯にこのライブ配信をやらないといけないっていう やらないといけないって言ったらあれか。いやー、もう目がしば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 するんですよね。一日中パソコン見てたんで。スライムさん、こんばんは。平塚の4、奈良の3レースからですかね。今日もちょっと昨日と同じ作戦で、買いたいレースを事前にある程度決めて、まあ、それ以外はほぼ買わないっていう作戦でいきます。そうしないと勝てないんでね。頑張りましょう。奈良さんです。奥出健四郎。奥出健四郎。まあ、奥出が前取ったとて、粘るかな。飛びつきしかないんじゃないですか、やれること。ねえ、前取ってインゼリするっていうので、まあ、奈良だし、いいんじゃないですかね。こう4飛ばすところで。はあ、これ結構配当つくし買えますか。奈良3レースは、俺は飛びつくと思うんだけど、1、2、2、1、3。まあ、1、3、2までいきましょうかね。いいんじゃないですか。配当的にはね、いいんじゃないかなと思いますけど。1300円。今日はね、今日一つだけ買いたいレースがあって、宇都宮の11レースだったんですけど、当たったんですよね。これ2車単で2万3000円が4万7000円だったんで、2万4000円ぐらい、昨日の負け分は取り返したみたいな感じですね。宇都宮、いや、なんかさ、ちょっと一回ね、韓国に行かないといけなくて、まあ家庭の事情が半分、ポーカーしたいが半分なんですけど、いやー、行けねえなーみたいなタイミング的に。難しいんだよねー。タイミングがね。タイミング。この中のメンバーでは唯一優出を果たしています。あとはライン3社です。3番福島の緑川修平、チャレンジ時代では当チーム完全部位の実績もあります。その3番の緑川に続くのが難関の2人、2番静岡の飯尾力に、7番地元ホームバンクの鈴木伸二となっています。2対2対3の3分戦となりました。この第3レースの A 級予選競争です。レース残り2周となるところでライン3車が上がっていく。3番の緑川が前を抑えにかかります。4番の下岡、一瞬突っ張る構えを見せたんですが、ここは車を引きました。これでライン3車が前受けに変わります。
そしてその後ろに6番の藤田が上がっていきました。打賞が入る。3番の緑川一旦ペースダウン、前で後ろの動きを警戒します。これで後方現在6番手の位置に4番の下岡です。各ライン徐々にペースが上がっていく。レース残り1周となるところ、風を切る3番の緑川、続く2番の飯尾、そして7番の鈴木の南君、この東の3者、そして中段の位置後ろを振り返った6番の藤田達也。さあ4番の下岡どこから仕掛けていくのか。最終バックを通過しました。一本棒で最終バック通過。3番の緑川このまま押し切れるか。さあ6番の上がっていきますが藤田達也、これを捉えることができるか。4コーナーから直線に戻ってきた3番の緑川先行、後ろから2番の飯尾力、あとは3番車か。いや今日はね結構一生懸命編集を頑張ったっていうのもあって、青森で何しようみたいなのを結構具体的に考えたんですよ今日。でね、ポカマル予定では土曜日に出発していろいろこう観光しながら、まあ、ちょこちょこいろんなところ回りながら青森つければいいなと思ったんですけど、ちょっと土曜日にね用事があったりとか、なんかのんきに観光してる暇ねえなと思って、まあ、もともとねそんな観光するってあれじゃなかったんですけど、なんか月曜日曜日の朝一に着くように行こうかなっていうプラン変更をねちょっと考えてるんですけど、まあどっちにしろあんまり変わんないですけどね。で初日マグロ食べ行ってみたいな。で何食べに行きましょうね。いろいろ候補はなんかあるんです、あるじゃないですかね。浦崎旅さんのいっぱい候補が出たと思うんですけど、全部はいけねえなと思って、ちょっとね胃のキャパもあるんで。他丸ね基本1日2食しかなんかちゃんと入らない人なんでね、なかなかどうしようかなみたいな。味噌なんだっけ、味噌味噌カレー牛乳ラーメン。いやあとね、弘前市ってあるじゃないですか。弘前市にリンゴのなんだろう、リンゴを使ったのがリンゴエキスみたいな、うん、ちょっとわかんねえな、リンゴの出汁わかんないけどを使ったハンバーガー屋さんがあって、それがねすごい人気らしいんですよね。めちゃめちゃ気になってんだけど、弘前まで行くんかみたいな。あとはいろいろ見たんですけど、伊賀メンチってどこで食えるんですか。なんか調べても全然出てこなくて、なんか道の駅とかなんかそういうところに行った方がありそうじゃないですか。伊賀メンチみたいな、競輪場とかまさに揚げ物コーナーみたいなところにありそうですよね、伊賀メンチ。平塚4レース、ちょっと予想しましょうか。平塚4レース、荒川、川江田、江端、大越、ここは結構難しいですね。どっから売れてる、13315132241。荒川を買うぐらいだったら江端を買いたいけどな。最近ちょっとね調子落としてますね。荒川自力は上なんだけれどもみたいな。で江端は最近上げてきてますね、調子をグイッと上げてきてる感じなんで、どっちかというと24で買いたいかな。ちょっとここ1点勝負でいってみっか。100円だけね。
遊びでね。遊びでね、100円だけね。いやー、いろいろなー。もうでも今のこのあれですね、撮影して編集してライブ配信してみたいな感じだともうパンパンですね。ほがまるのキャパがパンパンなんで、ちょっと来いって言われてもなんか何週間も海外に行ってる余裕完全にねえもんな今。頭が痛いなぁ、来いって言われてもなぁっていうね、感じよね。疲れてきた最近。なんか競輪やってる時だけがなんか息抜きみたいな感じですけどね。エスポさんこんばんは。いやでね、なんかね、今日別に変なもの食べたわけじゃないんですけど、なんかね、お腹の調子悪くて、でお腹が痛いわけじゃなく、ずーっとこうぐる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 なってるんですよ。で、別になんか出るわけでもないみたいな。ずーっとぐる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 いってて、なんかガスが溜まったりみたいな。なんなんだろう。今日はね、朝バナナ食べて、で昨日からずっとマックのサムライマックが食いたい、サムライマックが食いたいってしつこく言ってたじゃないですか。でもうどうしても食べたくてさ、今日の昼はもうサムライマックの単品だけ、もうポテトはダメ、単品だけ1個食べて、でお昼済ませて、でその後は夕方は砂肝の炒め物食べて、それだけなんだよな。別に変なものを食べたわけではない。なんでだろう。昨日何食ったかな。変なもの食べたかな。昨日何食べたって言いましたっけ。そして7番が徳島のバナナ食べて、パスタ食べて、先ほどのレース夜何食べたっけ、まあ、大量落車、枝豆食べて、変なもの食べてねえんだよな。満車券波乱の決着となりました。桜さんこんばんは。この3レースはどう展開いたしますか。ここも選手紹介は1例でした。まあおそらく近畿のトリオと西日本勢、まあ、大きく二分線。コメントでは石山がどうやら1人でという形、そういった二分線になっていくのではないでしょうか。人気はシャバン打ち目の力の両立、奥で枝村の折り返し、人気集まっています。そういたします。3レースがスタートしました。3つ目のチャレンジレース予選競争、2番の枝村ひろきスタートを取って、7番車石山直也、4番東隆之、6番は大竹圭介。いや前取らんのかい。奥で1番奥出健志郎、3番の池上隆之、しんがり5番車畑中幸宏で3号内取らんのかい。7番区初めて宮崎新人123期生枝村ひろきであります。決勝進出はまだ一度だけなんですが、予選は本格デビュー後5戦2勝2着2回4連帯の活躍。マークは2度目の連携、4番同県宮崎東隆之です。そして6番車岡山大竹助ライン3番手、7番徳島の石山直也はどうやら切れ目を追走という格好、これで奥出健志郎5番手になっています。近畿ラインの軸になります。展開に応じて何でもできるマルチプレイヤー、今季は5年ぶりのチャレンジ戦、先月弥彦で優勝、そして3連続優勝中、3連勝中であり、予選は3連勝中であります。兵庫勢3番池上が番手、3番手が5番の畑中、その兵庫の2人を連れて奥で早くも動いています。2番の枝村、おっと4番に足の音に合わせて、外ゼリはあかんよな。奥出が2番手アウト、ちょっと追い上げマークというような形にも見えますけれども、 さあどうなりますか。2コーナーからバック、2番枝村ひろき、しかし奥出がどうでしょうか。さあ残り2周半のバックで、いやーきついわ、車を下げました、誘導退避しています。
おっと、これで5番の畑中切り替えた。畑中が行った。畑中がどうでしょうか。番手に行くのか。おっと、2番枝村の後ろ、5番の畑中がうまく潜り込んでいる。4番の東がしかし、あ、でもこれ陰抜きじゃない。1番の奥では現在後方6番手。なんかむちゃくちゃぐちゃぐちゃしてんな。さあ、打者前の攻防ですが、奥で行くなら今だぞ。4番の東、番手奪い返した。6番の太田圭介、畑中は結局4番で外並走。1番の奥では6番手。さあ、人気の一角奥では6番手、最終ホームを通過します。いや、枝村ひろきの突っ張り先行です。そして巻き返し、うわ、後ろも離れてるし、奥が強烈な。何なんだよマジで、腹立つのは。東の強烈な牽制、東の強烈な牽制ですが、これをこらえて1番の奥で2番の枝村を3コーナーで捉えていく。枝村も抵抗するんですが、捉えた奥でケンシロウ直線コース、豪快で一撃、奥でケンシロウです。そして2着争いどうだ。2番枝村、4番東、あっとゴール後右手を下げた。ガッツポーズしてんじゃねえよおめえ。サンレースは後ろチーと何やってんのよ。競争3レースを振り返ります。突っ張り先行枝村、奥では6番手、体勢を立て直してホームから強烈な仕掛け。東の牽制もあったんですが、コリをかいくぐりました。1番の奥でケンシロウです。問題は2着争い、宮崎トッキーどうでしょうか。1番奥で2着争い、ハンドルの投げ合いですが、これ4ってセーフなんだろうか。俺は陰抜きに見えたんだけどな。わずかに東が伸び上回ったでしょうか。4番、2番、2番、4番、しかし接戦とお伝えしておきます。あ、しかしこのレースも審議、このレースも審議です。ダベ？ダベ？1コーナー審議ランプ、1コーナー審議ランプです。審議の対象選手の発表並びに正式決定まではしばらくお待ちください。3レース審議を行います。前取って下げないで突っ張っでもいいかなと思ったんだけど、あかんかったか。しょうがないね。第3レースご覧いただきました。どうやらこのレースもまくりでもね、そう、まくりだったとしても池上はついていけるかなーって、ちょっと過信すぎてたかな。内山松本のコンビは連携実績あります。ここに5番の京都中島選手が続きます。近畿ラインですね。4番2番土井赤松のコンビは4月4日以来の連携になりますね、はい、この時はもう叩かれて何もできなかったと。ラモスレオさん、こんばんは。イガメンチは居酒屋とかで食べれるっぽい。九州のコンビは6月小松島で2度連携してますけれども、2度とも連携して居酒屋か。ちょっと見せ場なく終わりましたね。はい、というところでここがラインがまた分かれていく。じゃあまあ郷土料理っていう感じなってことですね。内山選手ともその選手は連携してなしです。お知らせします。ただいまより第1コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は4番です。だろう、俺4番絶対失格だと思ってるんだけど。しばらくお待ちください。ポカ丸の目が節穴でなければ4番は失格だと思います。審議対象選手が4番の東選手です。残念ながら124持ってた人はん142か、ちょっと外れないような気がしますね。そうじゃなかったらなんだ ?126? まあ、わからんけどね。審議の基準ようわからんからさ。さ、なら4です。やっぱり狙ったレースじゃないところは買っちゃダメですね。っていうのをなんかすごいしみじみ感じたこの奈良の3レースでございましたわ。さあ、奈良の4レース予想していきましょうか。ブンブンブン、蜂が飛ぶ。ブン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 、ハロー YouTube。 奈良4レース、内山松本中島土赤松五反田磯田、内山かな頭は。あれここん、あー、今節で完全優勝すればみたいな感じですね。まあ、まくり勝負になるでしょうね。あ、そうなったらやっぱり松本が離れるところから勝った方が良さそうな雰囲気はありますよね。逃げではないと考えると。そうなると、でも、土、
土屋貨物12442。なんかそれだったら松本ついてっても良さそうな気がしてきたな。なんかこの相手関係見るとちょっと楽すぎるよな。13からの5ちぎれ、13からの5ちぎれ、いやうーん、松本がちぎれる、結構ちぎり多いけどな。でも12442で来るような雰囲気はあんまりしないっすよね。13からの24だな。ちなみに皆さん、はい、どこのファンとかありますか？ああ、あるんですか？阪神ですもんね。あ、ファンカウさんそうですね、うん、球場にも足運んで、はい、学生時代とか、はい、そうですよね。そうです、まあ、まあ、オリックス。あ、オリックスもそうですね。あの調子が悪いよ。あ、すげえ、すごい。オリックスとヤクルトもね。あ、ヤクルト、そうなんです、始球式ですけども。あと DeNA ももちろん、まあ、始球式、まあ、店に終わりましたよ。いや、あれスピードガンコンテストができひんかったよ。できへんかった。できなかった。一緒のツアー。あー、ツアーでね。でもオリックスとヤクルトは体操をやったと。あ、体操、始球式と。オリックスは当たり前体操をやらせていただいて、2年前で優勝。はい、すげえ。優勝っていう当たり前も入れて、優勝したという。すげえ。はい、そうなんですよ。だから、まあ、今年も調子いいですしね。今年ね、ちょっと。関西対決みたいですけど。いや、そうですね、確かに本当そうですね。縦の地ありますか？野球見に行ったことある？野球だと、うん、あの仕事で、うん、あの日本ハムファイターズの、あの、はい、行ったんですけど、うん、あのなんだっけ、ベースランニングしました。ベースランニング、はい。あれ、これ平塚始まっちゃうのか。海鮮志望一之助。これね、こういうなんか出張とかに行って、こうなんかおじさんたちと飲みに行くみたいなのって、こうやっぱりサラリーマンやってる時ってあるじゃないですか。でそういう時ってやっぱりこういう店ですよね。なんかあのそこそこ美味しくて、でその土地の郷土料理が結構そこそこ食べれる居酒屋みたいな、おっさんたち連れてったらめちゃくちゃ喜ぶんですけど、ほかまるね、好きじゃないんですよ。俺ね、その好きじゃない理由が、何でも食べれるところって、なんか何でも食べれるからこそ、なんかそこまでなんかね、印象に残らないんですよね。なんかね、その専門店が好きなんですよ。じゃ例えば、あれ、例えばなんだ、なんかもう締めで味噌カレー牛乳ラーメンが食えますみたいな居酒屋とかよりも、味噌カレー牛乳ラーメンがメインのお店に行きたいみたいな。で、例えばアップルパイを食べるんだったらアップルパイのお店に行きたい。マグロだったらマグロのお店に行きたいみたいな。で、こういう居酒屋に行ってマグロも食って、せんべい汁も食ってみたいなのは、あんまり好きじゃないんですよね。なんか全体的にまあまあみたいな、イメージですけどね。わかんないですよ。このお店はめちゃめちゃ美味しいかもしれないけど、前走元山、そう、っていうね、印象がすごいあるんだよな。まあ、俺のこの短い人生で行った、まあ、行くじゃないですか。福岡とかも行ったもんな。福岡の時に、なんか福岡の郷土料理何でも食えるみたいな、行ったんだけどさ、もうなんかね、全部普通、なんか、俺作れるわみたいな、の味がするんですよね。7月の玉野では完全部位もあります。ひねくれ者だから、こちらも初登場、マークいたします4番滋賀の金山英二、こちらが近畿のライン。そうだから、あとはなんかバラ焼きも食いたいなと思うんだけど、じゃあバラ焼きのお店に行きたいなと思っちゃうんですよね。残り2周となるところで、でもね、なかなかね、そんなうまいこと
ここは3番の荒川ね、やっぱ1日2日だとさ全部行けないじゃないですか。なんか結局こういうところに行かないと全部を食べることができないから、そうこういうところに行っちゃうんですけどね、うん、めちゃくちゃわかる。だからね、一泊の出張なんてこういうところに行くしかないんよね、結局選べないからさ、あれもこれもみたいな。ああ金山離れた。後ろから一気にモチャージ上がっていきます。3番の荒川を捉えていくんですが、なんか荒川やっぱりあれなんだね、調子もあんまり良くないんだろうな。最終バックに差し掛かるところ、これでバッテリーすっぽりはまったのは3番の荒川仁、その後ろ1番の亀谷隆一、あとは5番の柴正樹と続いていきます。4コーナーから直線粘る2番の江端、その後ろから3番の荒川迫りますが、ここは2番の江端押し切ったでしょうか。これ5来たわ。第4レース A 級の予選競争、最後は2番の江端が押し切ったように伺えます。まあれっすよね、初日行って4時半ぐらいには終わるから、まああれですね、初日はじゃあもうあのマグロを食べるっていうね、鶴亀食堂に行くっていうのは決まってるんで、そっからあれですね、夜は何食べるとかその時の気分でちょっと話し合いながらって感じですね。もうなんかね、候補はもうバーッとポカマルも出てるんで、そっから選ぶだけなんで、そんなに困らないかなっていうか、その時の気分で何でも食いてえなって気分だったら何でも屋さんに行くし、今日はこれが食いてえってなったらそのお店に行くしみたいな、そんなイメージっすね。何が食いてんだろうな、そうその時の気分やで、何が食いたいのかっていうね。やっぱさ、いやでもなんか俺ずっとここ最近は結構ね、食べログ信者だったんですよ、ポカマル。食べログの評価が高いところに行けば間違いねえと思ってずっと生きてたんですけど、なんか最近そうでもないんじゃないかってなんかちょっと思い出してきたんだよな。あれなんか俺行ったところで大した美味しくないっていう話したのどこだっけな、最近なんか話しませんでしたっけ。なんだっけな、食べログ評価が高い店俺行った気すんだよな最近。でもなんか何これ、あーカレーだ、武蔵小杉のカレーだ。なんか 3.6 か、なんか100名店に入ってるカレー屋さんだったけど、あんなんなんか誰が食うのよっていうぐらいクソまずかったもんな。いやそう、でもなんかせっかく青森に行ってなんか焼肉に行くっていうのはちょっと芸がないんで、まあ、やっぱバラ焼きですかね、肉といえば。なんかそのバラ焼きつまみながらビールを飲むみたいなのいいなと思ってて、あれ十和田市って読むんでしたっけ、十和田市でいいのあれって、十和田市だ、十和田市までまあ1時間ぐらいかかるんですよ、青森市内から。でも十和田市の司だったかな、司バラ焼き大衆食堂っていう、あのそこそこ食べログ評価の高い、絵だけ見れたらクソうまそうなところがあるんですけど、バラ焼き専門店。いやここでね、ちょっとバラ焼きつまみながらビールっていうのもオツだなと思ってたんですよね。ちょっと遠いのがねたまに傷なんよ。青森市内にね、バラ焼き専門店がないんよね。いろいろ調べたんですけど、やっぱりね、十和田の方に行かないといけなくて。でもこれさ、バラ焼きと米と、ね、ビールで流し込んでさ、締めでうどんでちょっと締めるなんて最高じゃない？もう考えるだけでもう、よだれ出ちゃうんだけどさ。と、うまそうだよね。平塚ゴレース。
早く6レースになんねえかな。さっき1000円買ったんでこんな感じやね。2400円。長谷川、三浦、藤田。いや難しいね。ここ長谷川から買いたいかな。長谷川の得点の、あ、落車してますね。落車してるけど2着1着7着、まあそこそこ走れる感じじゃないか。まあ力的には長谷川が抜けててオッズも抜けてますね。5115。まあ藤田は無理しないだろう。まあ155124になっちゃうよね。155124。1000円。いやでもさ、昼さマグロ丼しこたま食ってから夜バラ焼き食いに行ってみたいな、ちょっとあかんよね。食いすぎ感はあるんだけど。いやなんかね、ワンチャンマグロ諦めてもいいかなとか思ってるんですよね。なんか昼ちょっとね遠いんすよ、鶴亀屋食堂。11時に鶴亀屋食堂行ったとして、まあ食べて、いやで混んでるっていう話なんで、早めに行ってすぐ入れればいいんですけど、もし混んでたとしてみたいな、まあ食べて12時でそっから1時間かけて戻ってきて1時なんで、ちょっと時間かかりすぎだなっていうのはあるんですよね、気持ち的に。先頭固定、距離は1682メートル、ランク5周。鶴亀食堂混んでますやっぱり。だしなんかコメントを見たら別に大したうまくないって書いてたりとかあって、まあ所詮マグロはマグロじゃないですか、どこで食ったってっていうのもあるんですよね。まあバラ焼きもどこで食ったってバラ焼きなんだけどさ、だいたいね。だからなんかそういう点で考えると一番楽しみなのはやっぱりね、味噌カレー牛乳ラーメンなんよ。どこでも食えないじゃないですか。バラ焼きは別に自分で作れるでしょねえ。で考えるとね、なんかマグロなくてもいいかなとか思ったり出るんですよね。いやでね、そう、事前にね裏崎ダビさん言っとかないといけないのが、月曜日にもともとは盛岡でご飯食べて青森に行こうと思ってたんですけど、その予定キャンセルになって一気に青森に行って、帰りに盛岡に寄ろうと思ってるんですよ。盛岡で冷麺食べて焼肉食べてって思ってるんですけど、なんで18日あんまりゆっくりできてないかもしれないんですよね、競輪終わってから。いやそこで考えてて、18競輪終わってなんか味噌カレー牛乳ラーメンとかパッと食べて、で盛岡行くのもありかなみたいな。あんまり時間ないので、最初ね18の夜どうするのかみたいなのも、いろいろちょっと、まあそれもね今決めるあれじゃないんで、ちょっと実際にね行ってから話そうかなと思ってるんですけど。時期は時間だけにマグロをおすすめしません。やっぱりそう、まあそうだよね。本格デビュー後予選は負け知らずの5連勝。浦崎ナビさんで6時半とかでしたよね、帰りの新幹線。ちょっと時間余ってるよなと思って。これね、初日のマグロをなくしてさ、初日にまあ味噌カレー牛乳ラーメン食べに行ってもいいですけどね。今期は2年半ぶりのチャレンジ戦ですが、もう一息、予選で大きな着も叩いています。いやありっすね、昼だから味噌カレー食いに行くか。46歳も逃げの決まり手が2つ、そして54歳の大ベテランは7番の磯田義則。残り3周を切っています。3対2対2。成功法の内山がちらちらと別戦出方の動向を警戒していますが、6番手6番の五反田から上昇開始。
7番ノイゾダを連れています。弘前までどんぐらいだ。ここはすんなり車を下げて、これで4番の土井が切り替えていきました。おっと土井は切り替えて、その勢いで一気に五反田を今度は抑えます。残り2周の赤番ケージが左手に見えて、4番土井、2番赤松、高知コンビ、3番と6番の五反田豊風です。1番の内山啓太じっくり構えて5番手ダッシュ前にコーナーからバックに立ち上がります。まだ内山動きません。鐘が鳴って4番の土井雄二、2番の赤松秀信です。3番と6番五反田、2センターから1番の内山、3番松本だけがついていく、5番の中島離れてしまった。あイエローラインの外、スピードの違いであっさりと1番の内山啓太が蹴りをつけていく。抵抗した土井ですが、3番の松本よし思った通り中島だけ離れてくれましたね。しかし前とは3車身車間が離れていきます。内山と松本のワンツー体制で4コーナーから直線、内山啓太食い下がる松本ですが、内山で文句なしです。よし当たった。そして3番松本、4番これは簡単やったな。いくらつく？ 4でした？ 2でした？ 4か。2450円。下げての巻き返し、松本だけがついていって中島は離れてしまいました。もう前段を飲み込んで、松本もゴール前むしろ突き放される格好、内山の強さだけが目立ちました。 1,3,4 のゴール体制ご覧。いや俺ね気になってんのがね、弘前市のさ、弘前って俺家から青森行くときの通り道かな。決定ではございません。審判から正式決定出るまでお待ちください。以上第4レースでした。第4レースをご覧いただきましたけれども、まあ、普通に終わりました。まあ、土井選手が3着という形になりましたかね。はい、はい、ということでございまして、ここで放送が入ります。決定、1着1番、2着3番、3着4番。さあ、バック内でございますが、ゴレッサ選手、そうやって旅の勝利を考えてるときから旅始まってね、まあこの時が一番楽しいよね、普通に何する、あれ食うみたいなさ、その時間が一番楽しいよ。それがなければ旅はないようなもんだからね。俺平塚いくら買ったっけ、1000円だ、3、4っすね。2コーナーからマクに行って届かなかったんですけど、桜井選手が2着、朝井選手3着という結果でした。ここにいや俺さちょっと弘前のねハンバーガークソ気になってるんよ。ちょっとね名前教えるわ。弘前ペペキッチン100名店なんよ、ハンバーガーの。なかなかいい値段するんですけど、なんかねリンゴのなんだ、リンゴオイル、リンゴなんだっけ、3連単は1番3番4番で490円、その他はご覧の通りとなりました。はい、ここに来てまあ配当落ち着いてと、そうですね、なりましたけれども、まあちょっと内山選手がね、はい、出し加減したような感じがありました、ね、いやー順番がなぁというようなところで行ったみたいな感じがありましたね。ただ出てからもね、そんなにこうすぐにはグッと上げるところがなかった。味噌カレーどこに持ってくかやな。追いかけやすいところにいましたよ。18位終わって裏崎ダビさんの味噌カレー食って解散っていうのも結構、むしろあれなんですよね、その18日の競輪終わってご飯行かないでバイバイするか、味噌カレー食ってバイバイするかの2択ぐらいしか多分行くところ時間も時間だからないと思うんで、ってなるとそこに味噌カレーを持ってくると初日の昼何食うかみたいな話になるんですよね。アポーパイは固定だとしてね。アポーパイもいろいろあるからね。デザート持ち帰りにして競輪場で食べます。アップルパイですか？だからリンゴソフトクリームとかねえのかな？俺アップルパイよりリンゴソフトクリームとかのが好きだなと思って。今日いろいろソフトクリーム調べてたんですけど、あんまりなんか出てこなかったんよな。
奈良5レース。まだ勝負ではない。2145376。片折り。穴は片折りか。厳しいか、片折りは。片折りは厳しいか。中村大輔。サッカー選手みたいな名前だな。顔もサッカー選手っぽいもんな。懐かしいな、中村俊輔。ポカマルが小学生とかの時ですよ。中村俊輔なんて。ただこれ、桜井も信用ならんすけどね。ちょっと奈良5レースはパスで。すいません。奈良の5レースはパスです。平塚5レース見ます。出ませんか、水とかだ。もうそれもう家帰ってで帰られへんかったとか言うしかないよ。よしさんおじさんになった瞬間あるでしょ。いやまああの、うん、まあほんまにねちょっと、うん、あの、はい、下の話になりますけど、いやこれも男性は本当経験あると思うんですけど、はいはい、キレが悪すぎる本当に。いつまでもいつまで出んの。ちょっとこの何ていうんですか、この最後切るじゃないですか、こう、はいはい、これがね本当にひどい時1分ぐらいやってます。いやいやいや、長距離走った人じゃないんですから。そんな1分もこんなことしてたらトイレでいや、もう恥ずかしい話、あの相方とね、あのこう一緒に並ぶ時あるじゃないですか。たまにあるの。一緒に並ぶ時あるんですよ。それであの相方がさっきやってたんです、はいはい。で僕ちょっともう遅らして行って、まあ、一緒になったんですけど、はあ、相方の声が長すぎて、マグロはなしにしよう。ほんで俺が長くてマグロはなしや。やめてよトイレで。これおじいちゃんやんて。おじいちゃんなんてエピソードが。だったらなんかいけそうな気するけどな。いやいや、あーかん。なんか青森の毛の汁って何なんですか。なんか調べたらいっぱい出てくるんだけど、いっぱい出てくるってか、毛のなんかせんべい汁より毛の汁が食べれるところは結構いっぱいあるんですけど、何なん毛の汁って。水81。そんなにいってる。あるやろ。でもあります。いや単純に、まあ、最初の方から言ってくださいよ、うん、単純に目が、うん、そう老眼が来た時は、うん、いや、うん、何ですか。いや俺どころもう老眼。あ老眼でしょ、うん、だどれが老眼っていうのか、自分が老眼を認めたくないっていう狭間がちょうど45、6、7のあたりで戦うんですよ。ハンバーガーはちょっと怖いですけどね。でもなんか普通のハンバーガーにもなんかリンゴ要素があるはずなんですよ確か。おじいちゃんね、もうレース行ってください。なんだこれ言うかね。あソースがリンゴなんですよ。そう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 、なんかハンバーガー、普通のハンバーガーでもソースがリンゴらしいです。そして6番の三浦の後ろに7番の前川が続きます。こちらが北日本のライン。絶対ではないんだけど、あとは5番の。でもなんかそうやって書いてる風な感じですよ。こちらがいや違うかな。そして4番の柴田選手ですが、このレースは短期での競争を選択しています。リンゴソースじゃなければ別にいいんだけどな。リンゴソースというのだからちょっと気になったんだが、そんなことないのかな。完了。ちょっと調べとくか。号砲が鳴りまして、第5レース A 級予選競争がスタートです。なんだなんだ。まずはインコース1番の梅山秀樹が上がっていきますが、どうしたどうした。鐘が鳴らされました。このレースですが再発走となる模様です、このレース。ほらソースにリンゴ入ってるの多いです。やっぱそうっすよね。ラモスレオさんもね、再発走見合わせとなる模様です。そうソースにリンゴが入ってるんだったらちょっと気になるんよな。5番選手があの多分クリップバンドが外れたので、あの再発送。ポカマルが、朝に行くんで、弘前が青森に行くまでの通り道なわけですよ。だからあの浦崎鍋さんが大変じゃなければ、まあ、駅青森駅から弘前駅まで移動してきてもらって、ポカマルが乗っけてハンバーガー食べて、そっから青森行ってデザート買って競輪場に行ってみたいなっていうのもありですね。一回青森まで行って次の日ってなると、そっから弘前まで一回戻んないといけないんで、行くとすれば初日かなみたいな位置関係的にですよね。
ハンバーガー食ってバラ食ってなんかちょっとあれですね、ちょっと考えよう一日とは言ったため再発送いたします。一番多い事象、ご迷惑をおかけしますが発送までしばらくお待ちください。ちょっとしかもそれが5番の検討してご連絡します。今考えただけなんで危ない危ない再発送となる模様です。いやー夢は広がりますな、ちょっと準備不足っていうこともちょっとそう、なんか後で怒られるって言ってましたよ、ね、ちょっと結構後で怒られる。いやアップルバーガーちょっと気になるけどちょっと怖いね。確かにけどそのね有観客開催だとやはりちょっとボリュームエグそうだけどな、きつい言葉が聞こえたりしますね。あ、怖い。だからですよね、余計にその準備ちゃんとしとけよみたいなことを、みたいなことなんですかね。結構綺麗なとこ走ってくるんですね。紫の海さん、初日の夜は何か食べる予定なんですか？それによってもなんかポカマリ色変えようかなと思ったんですけど。初日まあ夜には着くわけじゃないですか。夜ご飯何食べる予定なのかなーってそういえば思ってたんですよね。ルーキーです。余計に緊張してるやろな。あ、こっちで。すいません。すいません。でさらにすいませんでしたと選手にすいませんでした。すいません。すいません。選手も答えてくれないですね。でも A O みたいな。長谷川選手は4つの方向にありましたけど、私は初めて見ましたね。お待たせいたしました。スタンドに一例と、選手のその競争、まあ、我々から見て、範囲1番群馬の梅山秀樹、2番昭和の一例という形で、3番大沢小林拓人、4番静岡柴田選手、5番東京長谷川秀樹、6番宮城三浦大地、7番北海道前川裕樹、方向間違いない選手で第5号選挙競争を行われます。仕切り直しとなります。だから余計に緊張してますよ、今やってもうたみたいな。どっちに転ぶかやね。そう、行ったれみたいになってくれたらいいよ。行ったれじゃなかった場合はこれ全員。いやもうあれ嫌われる。行ったれだったらやっとく。申し上げますと、ラインは3つに分かれていく模様です。2番藤田の近畿勢、3番、5番長谷川の関東ライン、あとは6番の三浦率いる北日本ラインに分かれていく模様です。各選手が前傾姿勢、号砲が鳴りました。第5レース A 級の予選競争、今度は正常なスタートとなった模様です。まずスタート取りですが、1番の梅山秀樹が誘導との距離を詰めていきます。続いて4番の柴田隆二、2番の藤田誠、5番の長谷川日向、車間が空きました6番の三浦大輝、あとは7番の前川博樹に最後方から上がっていくのは3番の小林拓人です。レースは1周回目の3コーナーを過ぎて、これから2センターへ向かっていくところです。関東の2社が前受けとなっていく模様です。1番の梅山が5番の長谷川を迎え入れます。隊列が落ち着いてまいりました。5番の東京長谷川日向、トーチは5月のチャレンジ戦以来ということになります。この時はなんか青森でね、ここの伊賀メンチはクソうめえぞみたいなねえのかな。マークするのは1番群馬の梅山秀樹、ね、出来たての激うま伊賀メンチが食いたいんだけど、その関東の2人の後ろ、短期4番車静岡の柴田隆二が続いています。あとはその後ろは近畿勢、2番兵庫の藤田誠に3番大阪の小林拓人、近畿ラインにあとは後方からとなりました北日本、6番宮城の三浦大輝に7番北海道の前川博樹です。レースまもなく残り2周となるところ、北日本の2人が後ろから上がっていきます。5番の長谷川、ここはどうするでしょうか。一旦突っ張るか、強引にそれとも三浦が前を押さえていくのか。ただ5番の長谷川、いいよ、そのまんま残れるんだったら OK。 それでもそこで粘る6番の三浦ですが、打掌が入ります。ただ6番の三浦から離れてしまった7番の前川が最後方まで下がれてしまった。これで現在2番手の外側で苦しくなっている6番の三浦、まだ粘っています。レース残り1周となるところ、長谷川が結構足削られちゃってるかもしれないですね。そしてその後ろに短期4番の柴田が続いて6番の6番、あーやられそう。これはちょっと、いやー展開的に厳しかったな。ここで近畿勢が前に出ました。マジか。5番の長谷川ヒューガ、このまま近畿勢ワンツーフィニッシュなるか。4コーナーから直線、2番の藤田先頭、藤田今1着ゴールイン、あとは3番の小林拓人、3着はどうでしょうか。これは235じゃない。ああさっきの居酒屋、第5レース A 級の予選競争です。28番よかった。これ5残れたんじゃない。
一之助の第5レースですが、感想教えてくださいと言った時となりました。それではリプレイで振り返ります。でも紫ラミーさんお酒飲まないのにご飯食べてか。最終周回まくりを放ちまして、居酒屋だったらね、いろんなもの食えますからね。スーパースローの映像をご覧いただきます。2番の藤田誠、そして3番の小林拓人、近畿ワンツーとなった模様。さあそして3着ですけれども、ここはどうでしょうか。5番の長谷川が粘った模様です。結果と決定はこの後の放送をお待ちください。第5レースでした。エストリーの時にだいぶ足梅山選手も使ってたみたいですね。4番トロ、4番トロ、あ、前受けは絶対関東が取るって感じの、ね、レース運びに見えましたけど、だいぶ三浦選手に対して踏んで、もうあの決着ついてるのも踏んでましたからね。ちょっとアクシデントありましたけども、うんうん、まあ、ルーキーの5番の長谷川選手、そうかんかったね。さあ6レース、平塚の6レース、ここはもう決めているんですけど、6レース、ここは相澤が前取れるんで、このまんま前取って、で山崎が抑えてくるところ、あの下げるわけにいかないと思うんで、突っ張るんじゃねえかなと思っております。で相澤は長く踏めるタイプではないわけで、山崎の差し切りが濃厚かなと。125152点、123124も売れてんだな。まあ、山崎がねかなり戦ってくるとうわわわわってなるんだけど、まあそこはなんとかしのいでいただいて、とつか、これはちょっと空気だね。戸塚涼介、平塚っぽい名前だけど、これ相澤まっくり、相澤まっくり、いやーこれ2頭から売れっかなと思ったけど、めちゃくちゃ売れてんね。ちょっと思ったより1から売れすぎてるんで、ちょっと抑えます、購入金額は。ただまあ12552の2点で、まあ、展開的にはさっき言った通りの展開が濃厚なんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね。とりあえず3000円、ちょっとお水持ってきたりなんなりで2分ぐらい休憩にしますね。ちょっと奈良の5レースを見て待っててください。トイレも行ってくるんで。中部勢、和歌山勢、福岡勢で展開3分戦。人気は中部、愛知の両者、桜井、朝日、差がなく3番の小出慎也、対抗格で続きます。発送いたします。構えての号令かかりました。さあ気合が入って5レースがスタートしました。特予選競争1つ目、インコース1番の朝日勇です。2番の桜井優太、3番の小出慎也、ここまでがシャバン順、5番中村大輔、4番本村貴文、あとは7番の片織勇気に、6番白川雄志で2コーナー立ち上がっています。さあ愛知の2人前段前後入れ替わって、2番桜井優太に正攻法変わっていきます。中ブラインを引っ張ります。近況なかなか予選でも結果が出ていない桜井なんですが、唯一ここライン3者好整理を得ました。この番手まさに百戦錬磨、通算429勝のレース巧者、1番朝日勇です。ライン3番手4番岐阜の本村貴文で中部ラインを形成。中段和歌山勢です。共に自力タイプなんですが、117期中村大輔が前を受け持ちます。任せる格好3番の小出慎也、これで福岡の2人が後ろ攻め、7番の片織勇気、6番の白川雄志です。片織は自力基本ですが柔軟性もあります。そして当時は比較的構想歴の多い人、さあ片織の一発があるいは後輩と波乱を呼ぶかどうか。残り3周のアウバンの方も今通過しました。
3対2の3分戦、1コーナー早くも7番片織レースを動かします。6番の白川を連れて2番の桜井が誘導との車間を空けている。さあ桜井がどうする。片織が一旦は前を切って、桜井は車を下げた。加わって5番の中村大輔、3番小出慎也と和歌山のコンビです。さあ和歌山勢が今度は飛び出していく。7番の片織は3番手、2番の桜井は後方の5番手。残り2周赤番ケージを見ながら5番の中村大輔がペースに持ち込もうというところ。3番小出慎也です。巻き返すか。2番の桜井、桜井行った、桜井行った。打掌前にコーナーからバックストレッチ、5番の中村も踏んでいるが、さあ中村大輔、桜井優太打掌で力比べ、中村突っ張っていく。しかし外2番の桜井優太がねじ伏せて、1番朝日34番の本村隆文と中部勢が完全に抜け出して追い上げてきた。7番車片織、片織が4番手に追い上げて5番の中村とちょっと絡んでいく。最終2コーナーからバックストレッチ、2番桜井優太、1番朝日勇、4番の本村隆文のアウト。おっと、さあ前へ前へ行く7番片織、片織がインを救うか。外は1番車朝日、さらに6番車白川、大激戦。直線コース抜けてきたのは1番の朝日か、外から3番小出が届いたか。 3番小出届いたか、1番朝日、あと6番の白川。5レースは特予選競争の1つ目、5レースを振り返ります。最終バックからは大混戦、大激戦になりました。桜井、朝日、そして本村、中部勢でしたが、片織が前へ前へと言って外に持ち出したのが白川と、そして小出。さ、朝日が一旦抜け出したんですが、どうやら小出が届いての合輪。スーパースロー、大外を伸びきった3番小出、3-1-6のどうやらゴール体制であります。しかしこの実況放送決定ではございません。審判から正式決定出るまでお待ちください。以上第5レースでした。第5レースでございました。ちょっとこう最後ね、3コーナーぐらいがキューッとこう詰まるような、ね、あの小出選手結構7番手から乗りましたけど、ちょっと桜井選手のやっぱ先行力っていうのがね。トラちゃんお疲れ様です。初日せっかく弘前行くからね、お昼弘前で食べて、アップルパイもきっと弘前でも有名なのあるでしょうから、初日弘前の美味しいアップルパイとかなんかデザート食べて、2日目は青森市内のアップルパイ食べてみたいな感じでもいいかもしれないですね。デザートどれだけ美味しいのか知らんがさ、アップルパイ。ポカマルアップルパイ克服なるか。めちゃくちゃ美味しいアップルパイを見つけて、ポカマルはアップルパイを好きになることができるのか。好きになる 2.5 倍、嫌いのまま 1.7 倍です。さあ皆さん貼ってください。いいっすなってね、リッチですよね。初日でテンション下がりそう。いや、初日でテンション下がった暁には2日目は普通にケーキとか食ったりしますよ。ねえ、まあ、せっかく弘前まで行くんだったらね、なんかそれはそれで楽しもうかなって感じですよね。夜はバラ焼き食いに行って、次の日は味噌カレー牛乳ラーメン食って、贅沢やね。さ、奈良6レース、奈良6レースはクソ硬いと思うんですよ。これね、123でめちゃめちゃ硬いと思うんですけど、あー、これ合成オッズで2倍ぐらいつくんだったらめちゃくちゃいいと思うけどな。123、これもう中山亮太のラインはきついよマジで。あー、ちょっと2倍はつかないかなーって感じですかね。中竹三四郎、まあ中竹三四郎逃げなんで3頭を切ってかな。中山もそこそこ踏んでくるだろうから、でも3番手の山でも結構ねちょっと怖いんで、1、1-2、1-2-3、1-2-3、これで買おうかな。これは結構硬いような気がするんだけど、まあ中竹が押し切るってことはさすがにないでしょう。ちょっと怖いけどね、押し切り。31にも買っとく。
金子が差し切れなくて231っちゅうのはねえだろう。1、ちょっと待てよ。1 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 2、この4点にすっか。ちょっとこれの金額は平塚が終わってからにしますわ。今日の目標は1万円プラス。6464だな。あれどこで買った500円。まあいいか、2万円スタートだから64ですね。6400円投資。うん、いいのか。あ、いいのか、いいんだわ。オフレース以上的中させた方になんと毎日300万円分のポイントを山分けしてプレゼント。駆け引きは3連単のみとなっております。ご注意ください。はい、本日はね、ここ奈良と、失礼しました、平塚と奈良ですね、ミッドナイトが全レース対象になっております。ぜひね、皆さん投票してみてください。いや、だいたい決めたぞ、頭の中で。初日弘前でハンバーガー食って、アップルパイ食って、競輪やって、で夜バラ焼きを食いに行く。で次の日の昼、次の日の昼空いてますね。何でもなんか美味しそうなところ見つけて昼食べに行って、夜競輪終わって、味噌カレー牛乳ラーメンを夕方食って、浦崎ダービーさんとバイバイして、あ、盛岡に行って焼肉食う。この2日間はマジで太りそうだけど、いいや、チートデーということで好きなものいっぱい食おう。これマグロをやめたことによってちょっとゆとりが出たね。よし、気持ちが乗ってきた。気持ちがもう青森行ってるもんな。明日からは共同通信社配が始まりますけど、でもなんか番組見ました、皆さん。あの児童番組っていうのがあって、とんでもない番組になりましたね。やっぱり俺はなんかその番組マンが作る番組表、まあね、いろんな文句がブワーって出たりとかさ、なんだこれみたいな話もあるって、まあたまにね、こういう児童番組みたいなの面白いなと思うんで全然いいんですけど、やっぱ全部が全部児童番組になったらね、ダメだと思うんですよね。これはこれで面白いと思うんだけど、まあやっぱりたまにだからいいんじゃないかなっていうね。佐藤慎太郎がラインの先頭で走りますからね、楽しみっすよね、明日。あれ、2日目以降は児童番組ではないんですか？2日目以降も児童番組？これ初日は児童番組って言ってたんだけど、2日目以降はあれどうなの？有識者の人、あとは2番の相沢の後ろに同県の1番山崎が続く、宮城の両者の後ろ5番の静岡梅原が続きます。ライン3社、こちら東日本で連携です。7番の戸塚はこちらは短期での競争を選択しています。発送いたします。アサリっていう店のネギラーメンクソうまそうなんだよな。行きたいところ多いんだよな、マジで。方法が鳴りました。第6レース A 級の予選競争がスタートです。まあ旅行ってそんなもんだよね。まずは2番の相沢龍が誘導を追っていきます。続いて1番の山崎正幸、あとは4番の清水博之、3番山崎明、5番の梅原大志、車間が空きまして6番の坂本博之、最高峰が7番の戸塚亮介となっています。レースは1周回目の3コーナー過ぎて2センターへと向かっていきます。アサリすごく美味しい。マジっすか？めちゃめちゃ美味しそう、この画像。食べログ評価鬼高いし。輸出こそ逃しましたが、初日は中断4番手。最終2コーナー。いやー、なんか2日目麺ばっかりになるけど、昼ラーメン食って夜ラーメン食って、構想を見せました。深夜に冷麺食うことになるけど。宮城の両者、この宮城の両者の後ろに5番静岡の梅原大二が続いています。ライン3社。そしてその後ろがこれラーメンうまそうな。3番石川の山崎明です。前走4日市、こちらも優勝しました。岡丸辛いの大好き。突っ張り先行粘っての2着。準決勝は
打賞から先行してこちらも粘って3着となっています。こちらをマークいたしますのが4番愛知の清水博之、そして6番高丸の好みドンピシャです。短期の7番埼玉戸塚洋介が現在最高峰です。レース残り2周を切って10ブラインが上がっていきます。2番の相沢もここは合わせて動いていったんですが結局車を引きました。7番の戸塚は結局それに続いて現在4番手の位置まで上がっています。いや初日こっちでもいいな。まもなく打賞を迎えるところ、中部ラインが先頭に上がりました。あ、ダメだ、日曜日定休だ。4番手ですが内に2番の相沢、外に短期7番の戸塚がおります。さあ徐々にペースが上がっていきます。3番の山崎が後ろを警戒、レースまもなく残り1周となるところ、さあペースを徐々に各ライン上げて7番の戸塚が現在4番手。あ、待って、なんかもういつの間にか始まってるし、ここはどうでしょう、ちょっと苦しいでしょう、いつの間にか始まってるし、なんか外れそうだし、そして4番の清水、6番のなんとかなるか、坂本の中、いやー厳しいか、厳しいか、なんか厳しそうだなー。捉えられるか、まだ3番の山崎が粘っています。4コーナーから直線、3番の山崎、あ、その後ろなんか、え、ちょっと待って、かなり横一線となりました。ちょっと一旦落ち着け、なんかニヤ頭かこれ。最後はゴール前横一線となったのですが、どういう結果に終わったか、このレースは異常なしの判定です。それでは第6レース、こちらリプレイで振り返ります。3番の山崎が先頭で粘っていましたが、後方から2番の相沢も迫りました。ゴール前スーパースローの映像をご覧ください。どうでしょうか、2番の相沢体勢有利でしょうか、そして1番の山崎、あとは4番の清水あたりでしょうか。すごいですね、ドンピシャで当たりましたね。結果と決定はこの後の放送をお待ちください。第6レースでした。6レース、5はもう全然なかったですよ。くそんなにないのにすごい盛り上がる、全然ないですから。全然当たってない時になんで立ち上がる、ギリギリの時にやってくる。え、最後こう恋という、ね、あ、恋っていう意味のね、褒めて、これは2位中4ですか、でもこれは申し訳ないですね、これ2位中4ですか、写真判定。やべえ、めっちゃ買っちゃった。ならもう5600円。決定、1着2番2着1番3着4番。そう、見事。あ、よかった。よかった、よかった。危なかった。ちょっと危なかったですもん。いや、でも1、2、4番の決着多いですね、今日。今日ボックスで勝ってたらこれほとんど当たり前ですよ。俺はちょっと食べログ見ててアサリのネギラーメンに心奪われてしまった。食いたいもの多すぎ。払い戻しで見ていきましょうか。二社単21が390円、三連単が214で1600円でした。おめでとうございます。おめでとうございます。これはすごい、そして先生もお見事です。先生もね、おめでとうございます。おめでとうございます。よかった、よかった。今日1、2、4、3本目の1、2、4、決着というね、そうですね、半分はそうでしたね、さあというわけで払い戻し金の方を見てみたいと思います。立野ちゃんどうなりましたか。立野ちゃんどうなりましたか。いやー、え、これさ、どんな感じだったの。俺なんか全然なんかもうちゃんと見てなかった。全然前取ったんだ。前取ったけど突っ張んなかったんだ、こいつ。こんな突っ張んなかったらさ、簡単にまくれなくなるやん。そういうことか。前取ったのに突っ張んなかった感じね。もう相沢は一生変えません。はい。平塚の次7レースです。いやー、なんかさ、昼間のレースで稼いでミッドナイトで金なくすっていう繰り返しなんだけど、なんか一生。なんかもう一生ミッドナイトやらない方がいい説まであるよ、本当に。本当にさ、もう腹立つのー、マジで。7レース。
使うのはノアレース。岡田亮太。好き号どうもと、まあここはもうほぼパスしてもいいかなぐらいに思ってはいるんですけど、まあ岡田がちょっと抜けてるかなっていうところですけど、榎本の一発俺結構好きなんよね。まあ鈴木次第ですけどね。鈴木次第で榎本の一発、穴だったら榎本かなと思うんですけど、4からの1、3。まあただあんまり自信ないんでここは買わないです、ポカマルは。はい、平塚の8レースまで我慢します。いやー、もう困っちゃうよ、当たってくれよ。さあ、奈良で当たればなんとか。骨折明けということになります。まあこの復帰ということになりますと組み出しが不安というところで、中村さんにはお話も挙げていただいたんですけれども、はい、結果としてはどうなってくるでしょうか。では続いては第6レースになります。実況でお楽しみください。実況でお楽しみください。さてプログラムは後半戦へと入ってまいります。開催初日奈良ミッドナイト競輪ウィンチケット杯です。迎えるカードは6レース、2つ目の独予選競争になります。パパ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 パ。奈良5レース1313の46で4点で当たり、明日送ろうと思ってたけど今日送っときます。1番京都の金子弘樹です。2番が福井の山出伊賀メンチとビール代、ありがとうございます山翔さん。5番が熊本のこんなにいただいちゃっていいんですか。福岡の南和夫、そして山翔さんのこのお金で青森で美味しいもの食べれるわ。伊賀メンチにビールいいね。イガメンチビールできるかな。いや競輪場に売ってないんですか、イガメンチ。シャバコシャバオさん、青森っぽいんだけど。近畿ラインを引っ張るのは中竹、九州勢は中山。明日から青森ですか。明日からではないんですね。日月ですね。準決勝決勝集めています。この山翔さんからの3000円を握りしめて紫ダービーさんとご飯食いに行きましょう。体勢が整いました。構えての号令、前傾姿勢、イガメンチ。6レースがスタートしました。2つ目の特予選競争です。あ、すんなり近畿勢前取りになりました。青森競輪場にありそうだけどな、伊賀メンチ。3番中竹三四郎です。7番の増成富雄が切れ目4番手、そしてすんなり九州勢も後ろまとまりました。5番の中山亮太郎、4番の太郎、いやーねーな、俺伊賀メンチ食いてんだよな。なんかデパートどうなの、デパ地下とか行ったらなんかもうしこたま伊賀メンチあげてたりとかしないの。3番中竹三四郎、近畿ラインそういうもんではない。大阪113、ね、青森駅のところのデパートとか行ったら7月21日来の伏線です。スーパーの、ありますよね、スーパーの総菜コーナー。確かにどこ行ってもあるか。町で決勝進出、本来は特選クラスの実力者であります。2番車は福井の山出博之。青森競輪場もなんかやってんのかな、祭事じゃないけど、なんかこうなんて言うんだっけ、これで九州勢を下攻め、5番車中山亮太郎、移動販売、熊本121機に森競輪。勝敗後まだ予選は1勝のみなんですけども、さあここは中竹相手にどんな競争を見せますか。マークは58歳大分の大御所、4番の大竹慎吾、そして6番車福岡南和夫です。中竹が誘導との車間を開けて、
さあ中山と中竹の。さあ中竹ガンガンかけちゃってちょうだい。中山を出させません。中山はいわゆるブーメラン5番手体勢を立て直していきます。残り2周の赤番のホームです。中竹三四郎の突っ張り。これは俺大丈夫だと思ってるんだけどな。2番は山手博之です。増成が終始この後ろラインの切れ目4番手、5番中山龍太郎は5番手。ジャンが鳴って中竹三四郎迷わずピッチ上げて突っ張り先行。1番金子弘樹、2番は山出博之です。ホーム5番手からさあ5番車中山ですが後ろほら中山来たぞ。結構いいスピードなんだけど中山ちょっと中山も生き生きで大丈夫だね。最終にコーナー大丈夫だよね。2度3度金子の厳しい牽制。それでもその外5番車中山良太郎やってくるんですがもう一発金子はこれを突き捌いた。3番長崎よし7来ないで7来ないでなんか伸びてきそう。いやーちょっとやめてよ。いやーもう当たらんマジで。あとは外7番車マスナリが押すと突っ込んでめっちゃ当てに行ったのに6レース特予選当たらんやん。なんで分からんて。中竹の引っ張り先行金子も番手で交さばき。中山の仕掛けを2度3度めっちゃ7突っ込んでくるやん。とどめの一発直線は中竹の番手から金子。いや2位伸びねえところ走りすぎやて。わずかに差し切ったところがゴール線か。2分の1人当たり番手絶好いわゆるちょい差し1番金子です。1番3番ただオースト7番の増成が突っ込んで137近畿勢の一角を崩しています。1番3番7番なおこの実況放送決定ではございません。審判から正式決定出るまでお待ちください。以上第6レースでした。第6レースをご覧いただきました。まあ、中竹選手がかけてしっかりと。そうですね、はい、山田選手がちょっと内入ってしまったので伸びかいた感じがしましたけどね。でも中竹選手よく頑張りましたね。外出さないとさ。7レースの選手紹介ですね。中田さんお願いします。はい、こちら1番3番ですね。吉川選手、田村選手の徳島コンビですね。決定1着1番2着3番3着7番。ではごめんなさい、改めてお願いいたします。はい、こちら6番2番7番ですね。岐阜の伊藤選手に三重の中川選手、そして地元奈良の碇選手が続きます。中金ラインは3社。4番5番ですね。大分の小岩選手、熊本の松岡選手、九州コンビは2社というところで2対2対33つのラインとも連携実績はなかったです。はい、さあここは3分戦ということになります。発送定時刻は22時50分、投票の締め切りは22時。いやー、やる気なくなった。22時45分です。第6レース、これだから嫌いなんだよ、ミッドナイトは。3番の中竹三四郎、ミッドナイトはというか、競輪は払い戻し金2社単、1番3番で390円、3連単。なんであんな伸びないところずっとくっついててんだろうな、マジで。走る気あんのかよ、本当に。山でやばすぎだろ普通に。マスなりに飲み込まれちゃってるよ、やばいよ。奈良7レース、奈良7レースはもうパスやね、ほぼ。ちょっと一旦落ち着こう。伊藤、小岩、吉川、こんな吉川が飛んだところなんか面白いだろうな。伊藤331441、まあやっぱりちょっと穴目を狙うとすればやっぱり伊藤のラインになるよな。6から売れてんの、なんで。それは売れすぎだわ。いやー、まあ126だけど安すぎるんでパス。平塚も買ってないですけど、まあ平塚の8からまた指導しますわ。お、若い女性からモテるおじさんの特徴ですって。ちゃんと皆さんメモした方がいいんじゃないですか。清潔感がある、体型をキープしている、聞き上手、信頼できる、ジェネレーションギャップを感じない、趣味を持っている、お金と時間に余裕がある。
7個やん。若い女性からモテるおじさん、モテるおじさん。まあ清潔感から大事だろうな。でもなんかもうさ、40代のおじさんと20代のお姉さんがもう歩いてるだけでもうパパ活だよね今なんかね。大気がキープしてるぽっちゃりの方だけどな。佐々木ダビさん、20代の頃と体型は変わってますか？やっぱり年々体質も落ちるし、気にしないとどんどんあれなんかな。これぽっちゃり女子苦手なんだよな。ぽっちゃりってでも結構なレベルですけどね、あの森山中とかさ、ボルジュクとか、ね、やっぱり華奢な女の子の方が可愛く感じるよな。アメリカ行った時とか女の人がたいでかかったもんな、みんなすげえなーみたいな。もう体格全然ちげえもんな。紫ダービーさんの20代の時の写真とかあるんですか？ちょっと見てみたいな。携帯に入ってたりしないんですか？でも私あの結構知らないことのが多いんで、例えばこうどこどこ行きたいみたいな、あこここういうことだよっていう物知りな人を見るとすごいいいなって思います。うざいって思わへんタイプなんだ。じゃあそのあじゃないです、結構それを情報を知識をバッて出しても自慢気に話されたらそうでもないけど、でもなんか青森で見せてくれれば十分ですよ。すごい教えてくれると。へえ、なるほど。マサさんとか分析のマサさん、もう何でも知ってるんですよ。知らないことない、モテるじゃん。でも確かに、で余裕もあるから、そう、まあ、なんか素敵だなとは思います。イケオジです。分析のマサさんって顔出てるんですか？そうなんですよね。体型キープできてない、もっと大きかったらしいんで逆にマサさんが知られた。それもそれでね、そうか、お腹出てきたりとかそういうようになるとおじさんっぽく見えるってことなんですかね。確かにな。まあでもね、こうポジティブなおじさんを皆さんね、はいはい、分かりました。ぜひね目指してください、はい、それではまもなく7レースの発走です。ポジティブおじさん、これ使っていいですよね。第7レース A 級予選競争に臨むメンバーです。さあこのレースですがライン3つに分かれていく模様です。2番の岡田の後ろに1番の永井が続く東京の2人、4番の榎本の後ろに3番の斉藤が続く難関ライン、あとは6番の鈴木の後ろに5番の寺林、7番の浦崎が続く北日本ラインとなります。発走になります。構えての号令がかかりました。各選手が前傾姿勢と移っていきます。号砲が鳴りました。第7レース A 級予選競争がスタートしました。まずはインコース1番の永井優斗が誘導を追っていきます。続いて3番の斉藤照彦、2番の岡田亮太、4番榎本光雄、車間相手5番の寺林正明、6番の鈴木豪、これで最後方が7番の浦崎隆となっています。レースは1周回目の3コーナーから2センターへと向かっていくところです。東京の2人がまずは前受けとなっていきます。徐々に隊列が落ち着いてまいりました。2番の岡田亮太です。バック本数はこの中でも最多、前走の久留米は優出こそ逃しましたが3日間を通して先行しております。2番の岡田、マークする1番の東京永井優斗、この中で競争得点は最多上位の存在となります。東京勢の後ろですけれども、いやー8レースで取り返せるかな。静岡井上光雄です。前走伊藤は2日目からの補充出走だったんですが、悲しいわ、なんかこんなにミッドナイト負けまくって、いずれも短期ながら最終日は最後方からのまくりを決めています。
マークする3番地元神奈川の斉藤輝彦難関勢。さあ徐々に動いていくところですが、後方これで動いていくのがライン3車です。6番福島の鈴木豪に5番宮城の寺林正幸、あとは7番の北海道浦崎隆の北日本勢が赤番に入ったところ前を抑えていきます。結局2番の岡田は車を下げてこれで4番手の位置になりました。そして6番手に4番の榎本となっています。北日本勢が前受けとなりました。打掌が入る。6番の鈴木豪はペースダウン、後ろの動きを警戒しています。まあこうなっちゃうと榎本厳しいかな。2番の岡田が動いていきます。合わせるように6番の鈴木が動いていきますが、レースまもなく残り1周となるところ、一気に力全然ちゃうね。2番の岡田亮太、そして1番の永井がこれに続きます。東京勢3番手、これで叩いていった3番手、4番の榎本光雄が3番手まで上がってまいりました。最終バックを通過、東京の2人が前受けとなって3番手、4番の榎本光雄、5番手、5番の寺林、そして3番の寺内斉藤が弾かれて4コーナーから直線、2番の岡田先頭、最後は1番2番、際どい勝負となりました。3着4番の榎本あたりでしょうか。第7レース A 級の予選競争です。合ってたいいな、合ってたいいな。阿部正南バック平塚健、1000万ぐらいポーンと当たんねえか。終了したところです。最後は東京の長い、どっちのお店で味噌カレー食べるというですか。全然決めてないですね。何食べるかを決めただけの段階ですね。榎本が飛び込んできたかと思います。時間はいっぱいあるからね。第7レース A 級の予選競争、このレースですが、初日が楽しみだな。初日競輪終わってシャワー浴びて、2番の岡田、1番の永井がご飯食いに来てビール飲んで、4番の榎本が2日目は飲めないですね。最後ゴール前どうかというところです。スーパースローの映像をご覧ください。どうでしょうか。わずかに体勢有利は1番の永井でしょうか。そして2番の岡田、東京ワンツーとなった模様。そして3着これめちゃくちゃ配当安いとこやった。この後の審判からの放送を一番人気だ。 4.8 倍。4番が頭で来てくれたら相当だったですけどね。いや本当に2社間で結構良かったので、でも124になることによって多田さんも先生も高田さんも縦の邪魔で142という目があるんですけどね。そうですね、吉さんが124の方だった。俺はあれだよ、今までさ、去年の9月の末に、まあ、茨城に引っ越してきて、もう東京行くにも、まあ、神奈川の方行くにもさ、遠くてもうしんどくてしょうがなかったんですけど、もう1年間住んで初めて茨城の北側に住んでるメリットを得られるのが青森競輪場に行くっていう時だけですね。ごめん、ちょっとそれは言い過ぎた。青森競輪場に行く、青森いわき弥彦、それしかない？うちより北側にある競輪場。もうそれだけ。まあ、函館は関係ないからさ。マジでそれだけ。この、茨城に住んでるメリット。もうないに等しいよね。遠い競輪場の方がさ、関東圏の方が開催多いから、結局行くことが多いんでね。やっぱりデメリーの方が多いんよな。若かりし頃の写真を答えに見てください。いいんですか、ポカマルの感想めちゃくちゃ正直ですよ。ポカマルは毒舌ポカマルと呼ばれてるんで。おー、え、全然わかんないっすね。めっちゃ変わりましたね。体型変わるとやっぱ顔も変わるっちゃあれなんかな。誰に似てっかな。誰に似てるとか言われたことあります？ 25 歳。誰に似てんだろう。でもなんか見たことがあるような顔なんだよな。なんだろう。
旦予想するか。ね、こうやってさ解体レースを事前に出すとさ、もうこの時だけ人が増えるんだよね。いやしやつらだよな本当に。これだけパッと予想見てさ、フッていなくなるんですよ。で外れたらギャッと来てバッて文句言ってフッていなくなる。こうやって違う話したらさっさと競輪の予想せえとかって言い出すやつもね前現れるしね。それなんか最近はやってなかったんですけど、え、なんか誰かに似てる気すんだけどな。そんなことないか。俺の友達に似てるだけかな。へえ、ポカマルも20年後どんな感じになってんのかな。やだな未来の自分。まあ見れないからいいんだけど、タイムマシンとかあったら絶対見たくないもんな。これ一点勝負でいこうと思ってんすよね、平塚八レース。まあ後ろに地元連れてるんで、まあ柴田まで連れてくるようなレースをすると思うんで、まあそうなった時はもう深瀬が前取って、まあ突っ張り、ですかね。まあそうなれば三隅はさせるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ柴田が3着率が高いんで、まあ3着だけこれね 21% でいいかなと。吉田がね、若干短期の吉田が突っ込んでくるのが若干不安だったんですけど、まあ、あんまり突っ込んでくる足ないんで競争得点は上ですけどね。まあ縦足がない選手はそんないらないんで、1-2-5 1点でいいかなと思ってますよ。ここで1回取り返したいね。5000円ぐらい、5000円でいいんじゃない。17、やっぱ写真って撮っといてるもんですか。ポカマルあんまり写真撮らないんだよな。やっぱり自分で写真撮らないんで、やっぱり写真撮るときってこう彼女がいるときとかになっちゃうんですよね。まあでも今はあれだよ、動画にね残してっからさ、自分の姿をね、将来パパは YouTuber やってたんだぞっつって、ダサーみたいな言われる未来があるかもしれないですね。以上のメンバーで7レース。中身だと俺ですね、中身だと行ってみたいんですよね。行ったことなくて、ちょっとね、わざわざ中身だとに行くまで行くためにあれみたいなのもなんかちょっとめんどくせえなっていうので行ったことないんですけど、中身だとにあるね回転寿司行ってみたいんですよね。あれパッパパー。中部近畿がライン3社、そして徳島と九州が2社ずつ、展開3分戦です。人気はここはやや割れましたが、わずかに6番伊藤春樹、そして1番の吉川が差がなく対抗格といった格好。本気出して年内に痩せてられない。九州勢が少し評価を年内に痩せきるってなったらマジでほぼ断食レベルじゃないですか。7レースがスタートしました。運動して食事制限してスタートを取りに行く。しんどいですよなかなか。どうでしょう。あ、ここはインコース1番吉川スタートを取り切って、3番田村博明が早くも車を上げてきます。徳島のコンビです。7番の碇智仁一歩及ばず。しかしそう、回転寿司ネタ大きいって言いますよね。そう、めちゃくちゃ気になってるんですよ。したがって九州勢後ろ攻め、4番小岩哲也、5番は松岡義孝で4コーナー立ち上がっていきます。人気の一角吉川義人です。今日は目標がありません。自ら回答ランバーの年内15キロ減ってことはあれじゃないですか。ちょっと青森に行ったらご飯食べれないんじゃないですか。3番田村博明を従えて、3番手からは中部近畿勢6番青森飯抜きですね。121期生です。飯抜き青森。今回はチャレンジ戦の父との同時圧戦。今季勝敗してからまだ予選突破、予選で連絡が見られないんですけども、さあここはチャンスでしょうか。ライン3社怖すぎなんだけど。では2番三重の中川隆です。そして地元のトップバッターは7番碇智人。これで後方九州のコンビは4番小岩哲也、自力飛びつき追い込み、レースアップに掲げるだけの展開の鍵を握ります。
5番車松岡、怪我がついて低迷ついていますが、まあ、本来 S 級でも通用したクジラと同じ味、その恋は松岡、嫌なんだけど、揺さぶりをかけて、うん、吉川に少し追い出しをかける格好なんでしょうか。あ、6番の伊藤に蓋をしています。伊藤にまず少し注文をつける小岩哲也です。残り2周の赤バンドホーム、さあ伊藤はちょっと内でかぶる展開ですが、結局後方に抜け出しました。さあしかしちょっとここは悪いような格好、あららららら、そうすると後ろが離れるんじゃない、あ離れましたね、分かってないからいいんですけど、おっと小岩が一旦前を切って6番車伊藤春樹、1番の吉川、3番手にアウト追い上げる5番の松岡吉高で、4番小岩単位の先行、いいこと教えてくれるやん、2番手に上がった6番の伊藤春樹です。追って、おっと番手から行った6番の伊藤、伊藤番手から縦に踏んでこれを追っていくのはどうでしょうか。1番の吉川、よしと吉川が追っていく、さらには7番の碇智人で最終バックから3コーナーバラバラの展開で6番伊藤、1番吉川、4番の小岩、3番の田村、直線コース伊藤春樹、その後ろから1番吉川、吉田が抜けてきた、1番吉川、合輪2着争い、6番伊藤、4番小岩、あいいね、あ決めた、じゃあ7レース特予選競争、次の日の月曜日の朝のこの青森魚菜センターに行けばいいわけだ。そしてなんかちょっと朝食がてらじゃないけど、直線コースは伊藤の後ろから1番吉川が抜け出して、天才や、あとは6番4番4番6番で伊賀メンチをゲットする、パスを変えてのスーパースロー、あ天才だ、これでほぼ全部制覇できるわ、あオッケーや、これは際どい6番4番4番6番、いずれにせよ自力自力自力というラインの先頭でのワンツースリーなんですが、2着大接戦、なおこの実況放送決定ではございません、審判から正式決定出るまでお待ちください。やっぱり地元の人に話聞くのが一番早い、説得力がある、吉川、ね、ちょっと各ライン乱れるような、ね、そうだ、あとは天気だけ、まあ、本当だ、まあ車だからいいんですよ別に、トリッキーなところもありつつ、はい、ということになりました。イガメンチテイクアウトせず食べるのに競輪場に持ってってもいいですね。やっぱりどっか行くときは地元の人に聞くに限るわ、本当に自分でね、なんだかんだ調べれば聞いた方がね、美味しい店とか間違いないんよね。これはなんか5番の高島が後ろにひっついてるようでひっついてないような、ひっついてる感じですかね。さあ奈良8レース、奈良芸輪8レース、まあここもね、あれですよ、あれですよというか、まあ一点勝負かなという、まあどっちかというと平塚の方がまだ自信ある感じですね。ちょっと奈良8レースのが落ちるかなっていうふうに思ってます。フィロータ、あれ奈良の旧レースと何だっけ、あーはいはいはい、思い出した、うーん梶原大地、まあ梶原のまくりは厳しいだろうな、ここはもう前取って、まあ3番手が地元ですから、まあ有馬さんはデータ的にはもうほぼほぼ3着かなっていうね、2着まで33バンクだしね、どうやろうねっていう感じですけど、拾った田辺健全然1着ないからね、もう2着固定ですよね渡辺はね、だからもうこのまんまです。216点やで、ポカマルさんといえば1点勝負やでということで、216ちょっとこれは平塚の結果次第で買いたいと思います。明日からの青森の天気ちょっと見てみるか、青森天気、あでもなんとか持ちそうじゃないですか今のところ、土日は大丈夫、月曜日がちょっと親みたいな、まあ移動は車だから OK だとしてもね、えできれば病んでくれた方が嬉しいですよね。
なるたけ。さあ、青森競輪場がマジで山奥にあるよっていうね、話を聞きましたけど、本当でしょうかね。いや、あとね、ライブ配信の日程どうしようかなっていうので、とりあえず明日まではライブ配信しようかなって感じなんですけどね、帰ってきてからどういう日程でやろうかなって迷ってるんですけど、どうしようかな。まあ時間あればね、青森でやろうかなとかもちょっと考えたけど、さすがにめんどくせえからいいや、いっぱい美味しいもん食べて休もう、ゆっくりサウナ入って。でもなんか旅行は1日2日で行ったら疲れるだけで、本当に疲れを取るんだったら 2,3 週間で行かないとダメなんだよって、なんかどっかで言ってたな。これは贅沢ですね。確かにね。裕福の真珠シャウケシャウエッセンね。シャウエッセンは値段見ずに買うな、美味しいから。でもグリーン車はちょっと迷うかな。距離によるよね。オリジナルでなんか同じタクシーは絶対乗らない。安いでしょ、スーパーの中でね。そうそう。でももともとのものを、なるほど、ね、メーカー品を買える。うん。それはでかいですね。ファミレスデザートドリンクも。あの香港さんがね、あのセブンイレブンの、うん、オリジナルのカップラーメン。ですか、後輩に買ってこう言うたら、ああの安いやつですかって言ってめっちゃ怒られた。安いやつ言うね。オリジナルって。めちゃめちゃ似てますよ。ちなみに。そうなんですよ。あとエアコン24時間稼働し続ける。一人でのね、長距離ドライブがきつい。基準になってるんですって。なので、まあ、朝も早いし。気温が上がってきてるじゃん。だから競輪が終わって、エアコン消したら本当に熱中症になりますから。ぐっすり横で寝ながら浦崎ダービーさんに十和田市まで運転してもらおうか。消せないですよね。もう消せない。暑すぎて。なんかこの微妙なラインあるよね。ありますあります。本当に。していいのかつけていいのか、時間帯楽しみやな。ここに汗かくんですよ。もう消した時に分かる基準ここなんですけど、俺あダメだこれ、もうびしょびしょなんですよ。膝の裏、膝の裏、膝の裏。それこそカオカオのお二人とかもう裕福すぎてこんなん全部やってそう。いやいや、こう思ってやん。いやいや、僕はこうしてないです。僕はこれはできないですよ。どうですか、シャウエッセンは。俺ちゃんと値段ここまで見ますもん。ライズアップ高いからなこっちは。ノルディーがリトバルスキーと同じぐらいで、シャウエッセン。トレノさんどうですか。でも私あのそれこそエアコン縦の毛使わないんですよ。もう今年 もう毎年使ってなくて、なんで逆にエアコンに弱いんですよ体。ああ、俺も一緒やね。俺もそう。まあ、エアコン使うのも裕福だなと思うんですけど、個人的にはなんだろうな。エアコンしんどいよ体が。あのヘッドスパとかを何にも考えずに行けるっていうのがいる女の子とかな。おいる、いますね。なんでわかるの、何にも考えずにヘッドスパ行ける。行きたい時だってあれ本行けるって。そうです、1時間多分結構かかるんですよ。7000と8000とか、うん、そんなかかるの。そうなんですよ。だからやっぱ普通に行けたらやっぱ裕福だなと思っちゃう。ほんまやな、ね。うわ、これタツノちゃんもう行ってほしいわ。ヘッドスパに賞金で、できるだけねポイント増やしましょうね。それではまもなく8レースの発走です。レースを見ていきましょう。俺整形使う。発走いたします。さあ勝負どころ、構えての勝負どこよ。各選手が前傾姿勢と移っていきます。第8レース A 級の予選競争が今スタートいたしました。まずは1番の三角弘明が誘導を追っていきます。続いて6番の吉松健二、あとは2番の深瀬大河、4番の吉田正宏、3番の谷口優真、5番の柴田健と続きまして、これで最後方が7番の西郷剛となりました。レースは1周回目のバックを過ぎまして3コーナーへと向かっていきます。どうやら難関勢が前受けとなっていく模様です。隊列が徐々に固まってまいりました。まず誘導の後ろが2番の静岡深瀬大河です。トーチは昨年の2月以来、こちらは連勝で決勝に駒を進め、結果的には準優勝という順位となりという結果を残しています。2番の深瀬、続く1番、あとは地元の2人、1番の
三住弘明に5番の柴田健の難関ラインです。そして短期の2人がそれに続いています。6番の群馬吉松健二は自在に動くというコメント、そして4番の埼玉吉田正弘、こちらは先ほど選手紹介では難関勢の後ろに続いていましたが、こちらも短期での競争を選択しています。あとは近畿の2人、3番大阪の谷口優真、近畿をこそ調子は落としておりますが、当時は V の実績、優勝の実績のある思い出のバンクということになります。マークする7番の西郷通しと共に上がっていく。谷口が思いっきり行ったね。まずいやー出られたらきちいな。ちょっと7番の西郷が離れかけ、それでもなんとか3番の谷口に追いついて、これで近畿の2人が真受けに変わりました。打賞が入ります。ちょっと谷口が4番の上がってまいりました。吉田正弘3番手外側あたりまで回って、いやぐちゃ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 しとる、ぐちゃぐちゃしとる。これで現在いやもう深瀬も腹決めていけて、そしてその深瀬の後ろ1番の三住の横に6番の吉松がおります。いや柴田離れちゃう、柴田が離れちゃう、柴田がここは近畿のライン2人で上位独占になる。いやなんとかなるか、ここで動いていったのは2番。いやなんとかなってくれ、マジで。あーさあ2センターで前に完全にできた1番の三住も続いていく。5番の吉柴田は離れ加減、4コーナーから直線、2番の深瀬の後ろから最後は1番三住。腹立つ。ここは難関ワンツーとなったでしょうか。マジ当たらんわ本当に。3番の谷口あたりでしょうか、入った模様です。このレースは異常なしの判定です。それではリプレイで振り返ります。近畿勢の先行、ただ後ろで足を溜めていた2番の深瀬、そして1番の三住とともに難関の2人が最後前に出て、ここはワンツーフィニッシュとなった模様。ゴール前スーパースローの映像、1番の三住、2番の深瀬の難関ワンツーとなった模様です。そして3番の粘った谷口が3着に入った模様です。結果と決定はこの後の放送をお待ちください。第8レースでした。え、予算なし。ああ予算もう消すのに慣れてて、当たってんのに消すのに、もうそれおじいちゃん、おじいちゃんがやるの。いやもう消すんさ、うしや8レース来ました。予算お花もつきますし、これちょっとでかいんじゃないですか。予算ケンジさん、ヨシさん当たりましたし、うわすごいな、タテノちゃんも、はい、私もいや、タテノさんどう使うんでしょう最後。あすかんて昼買った分なくなったやん、なんやねんもう。どうやったらそうなんだよ。平塚の9はどうでもいいんだよな。奈良の球どうしよっかな。いやこのまんま仮に奈良の8レースやって当てるつもりですけど、もし仮に外れたとしたらこれちょっと熱くなったらやばい気すんだよな。やめるっていうのも一個手、明日から青森も始まるしさ、こんなところで熱くなっちゃダメなわけよ。そう思いませんか。平塚9、一旦ちょっと平塚9レースの予想だけする。これはもう全く買いたいとちょっと思わないぐらい、もう分かりませんね。いやーミット当たらんマジで。4日間ずっとイライラさせるわこいつら本当に。いやむずくね、何これ、めちゃむずくね。最近は阿鼻子より村田の方が成績が全然いいですね。阿鼻子がなんか微妙やね、ここ最近。かといってね、ここ村田が逃げるような展開になったら誰かにやられそうだしな。むしろアビコから狙ってみる。いやーないか。村田が逃げたらなんか村田残れないような気するしな。アビコの一発か。
穴狙いで。まあただ買わないです。平塚の9は買わない。いやー、奈良の9レースがね、まあこれ特選で福本がね逃げるんで、まあ高いもあれですけど、まあ突き抜けっすよね、地元の51で狙おうと思ってたんですよ。番手の成績あんまないね、番手のあれがね。これは5115かなと思ってたんですけど、いやーちょっと奈良の8レース次第やね。どうする、やるやらない、どうする、アイフルドゥ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 。まだまだ競輪人生は長いからさ、一旦損切りする、どうする、どうする、どうする、連れ込んで、準決勝戦進出なるでしょうか。では第8レース、実況でお楽しみください。6000円買ってるんで24000円。当たる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 。さて、開催初日の奈良ミッドナイト競輪、残る競争はあと2つになりました。メイン前の一戦です。第8レース4つ目、最後の特予選競争になります。1周333メートル、7番区を5周回、距離は1682メートル、先頭固定競争、3着までに入ると明日の準決勝進出は確定です。それでは第8レースの対戦メンバーです。1番は愛知の渡辺健です。2番が三重の広田敦史、3番福岡の八広翔平、4番福岡の梶原大地、5番が岡山の高島一郎、6番地元奈良の有馬雄二、そして7番が愛媛の黒田大輔です。ラインは2分線、2番の広田、4番梶原、この2人にラインが出来上がります。人気は広田、渡辺、中部両者の折り返し、西田さんはこの2点が10倍を切りました。3番人気になるともう11倍台までオッズが跳ね上がっていきます。体勢整います。発走いたします。さあ前傾姿勢、最後に1番の渡辺、8レースがスタートしました。最後の特予選競争です。1番渡辺健、6番有馬雄二、2番は広田敦史と本戦の中部近畿勢前取りに成功しています。3番車八広翔平、4番梶原大地、福岡の2人、7番は黒田大輔、しんがりから5番の高島一郎がポジション上げていきました。さあ前段中部近畿ラインもここで出来上がっていきます。2番の広田敦史正攻法に変わります。バック回数16回という何が何でもの強引派、ここデータ的に先手の取りやすいメンバー構成です。マーク1番車愛知の渡辺健、展開によっては狙われる可能性もあるかもしれませんが、もちろんここ譲れません。そして地元なら6番車有馬雄二ラインの3番手、切れ目の位置に岡山56歳の貫禄者、5番高島一郎です。まあ、1位を決めずという選手紹介でした。レース本番ひとまず切れ目の4番手、これで5番手4番の梶原大地です。3番八広が番手、福岡のコンビ119期生梶原、瞬発力回転力なかなか非凡なものがあるんですけれども、解説の中川武さんの期待はこの梶原、そして7番車黒田大輔、この福岡コンビで残り3周を切って、頼む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 
広田も誘導との車間を空けています。さあ梶原がどうでしょうか。一旦は広田を抑えるかどうか。残り2周半、そろそろ俺に順番来てもいいんじゃない。梶原はこれでいわゆるブーベランか、いや3番手外並走から俺は叩かれんなよ。梶原がここは真っ向勝負を挑んで、いやもうなんなんなの、さっきからさ突っ張るやつ全部叩かれてさ、2番の広田が3番手に当てるか、追いついた頃だ。したがって広田はこれで4番手で鍵を迎えます。4番の梶原大地がなんと先行して、いやそっからもう一回矢広翔平ならもう一回切り替えていこう、広田切り替えていこう、手から打賞過ぎ4コーナー、ここから叩き返していきます。1番切り替えていこう、1番有馬を連れて1コーナー、そっと3番切り替えていこう、広田牽制でちょっと広田を行ききれないか、おっと広田ピンチ、広田ピンチ、最終バックから3コーナー、4番梶原、3番矢広、7番の黒田、あーっと中部勢大ピンチ、直線コース梶原で、なんで叩かれるんですか、突っ張ってんのに。3番矢広です、そして4番の梶原、もう一回学校からやり直せよお前ら本当に。さっきから叩かれは突っ張っては叩かれる、突っ張っては叩かれる、本当に何な、何見せられてんのよさっきから、初日から梶原が先行勝負に出て、広田のまくりは矢広の牽制の前に不発、直線その矢広が梶原の、何やねんマジで、ここから余裕しゃくしゃく差し切っています。角度を変えてのスーパースロー、福岡勢ワンツー、ここは梶原も矢広も会心の競争、3着に最後力で渡辺健突っ込んで3番4番1番、いやお金がないからやめるか、ございません、審判から正式決定出るまで待ちください。以上第8レースでした。このまんまやったら明日買うお金もなくなっちゃうし、第8レースをご覧いただきました、はい、展開的には梶原選手叩いていきましたね、叩きましたね、あがんあがん、ちょっと予想外でしたけどね、あかん警察ですマジで。決定、決定、1着3番、2着4番、3着1番。さあでは中川さん、9レースの選手紹介をお願いします。はい、こちら3番、5番、1番ですね。福本選手、吉藤選手の連携はこの1年なかったです。初連携と思われますね。はい、1番の筒井選手が続いて近畿ライン3社。6番、7番、2番ですね。高井峰岸の岡山コンビの連携は S 級時代の6月久留米記念以来の連携になりますね。先行してまくられてといったところでした。その後ろに、いや、お金ないからやめた。よし、はい、暑くなったらなんかこの後1万2万ぐらいかけちゃいそうだからやめます。今日は勇気ある撤退、もう損切りです。4連敗はしょうがない、明日気持ちを入れ替えて明日頑張る、青森に行く前に明日勝つ、それでいい。よし、ボカ丸勇気ある撤退をします。ダサじゃねえ、てめえが出せんだ、もう来んな一生、気持ち悪いなてめえ、誰がおめえのこと呼んだんだ、ああ、この誰も呼んでねえんだてめえみたいなやつ、消えろこのカス、腹立つの。おめえが一番出せよゴミ、どうせ気持ち悪い顔してんだろこの野郎、性格もカスでよ、ポカマルよりカスだ絶対、俺もだいぶカスだけど、絶対おめえのがカスだからな。一生出てくんな、カス。さあ、奈良の9レース予想だけすっか。奈良の9レース。これ今日買ったら買う分なくなっからな。まあ福本がこれ突っ張るかどうかよな、後ろに地元がいてね、51どこ売れてる、いや5153、そこまで残るんだろうかな、まあ番手まくりみたいなところまではないような気すっけど、番手まくりまではないんで、筒井まで差し切るっていうのはちょっと考えづらそうですけどね。
なんかこの番手の経験がないのが怖いわな。ちょっとね、51でいこうかなと思ったけど、そこだけが怖いね。あと福本残る残らない問題、まあ51で来るんだったら 3C、 うん、この辺りかな。力の 3C、 まあ10倍19倍、取り返すには2000、3000、514514514672、番手から出てくなんてことあるかな。そしたら15514なんだけど、15514513、切っちゃう。514 15514 15514 15514 513 514、つつい、もう完全に展開決め打ちよな。いやー、でも番手から出てくるなんてことはしない気すんな。相手が高いでしょ。いやー、出ていかねえな。出ていかねえ気がする。よし、やる？やめるか。いや、どうすっかな。いや、513安すぎ。513安すぎ。いや、やめた。いや、やめる。いやー、514154 2000 1000。いやー、福本残る気すんなー。でも513 10倍は美味しくねえなー。いやー、ちょっと3美味しくねえなー。普通に154とかのオッズの方が美味しい気するもんなー。ちょっと平塚始まっちゃった。ぐち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 言ってない平塚始まっちゃったよ。ただ、あの実況には差し支えありません。充実しているのが2番、村田優樹、そして7番の増井元、インチケット杯なのか。状態面の底上げ再びなるでしょうか。増井が村田の番手です。号砲鳴ってスタートしました。横に広がって3番阿孫子宗義、打ち交わして2番の村田優樹、村田が出ていって3番手には5番の尾崎隆の体勢。埼玉勢現在2番手3番手中部近畿3人がまずは前段で並びを整えていきそうです。ここにいました7番増井元と6番の清水正彦、来るか。これらで村田の番手3番手です。埼玉勢中段4番手5番手で並びが落ち着いてきそうで、南関東勢相手人気で4番2頭衆から1番の藤田大輔、これらが6番手7番手後ろ攻めとなっていきます。1周目4コーナーに差し掛かりまして、前の位置は2番の村田優樹、
2連続優勝中で今回参戦2番村田裕樹、後ろには7番の増井元がつけました。高いはないと思うんだ。6番清水正彦も近畿勢の後ろを固める形となりまして、失礼、中部勢の後ろを固める形となりまして、中部近畿が3人前から運んでいます。埼玉ラインが中段、4番手3番阿比古宗義、ダッシュ力ある3番阿比古に5番の尾崎隆がマークで残り2周半早く上昇する。南関東勢4番2頭と1番の藤田、まずは埼玉勢を抑えていって、もう昼かった分全部なくなったやん。吉祥ミット有能との距離をかなり取る2番の村田、後ろ攻め叩けるか4番2頭する。吉祥ミットやマジで。2番村田と4番2頭少々揉み合っていまして、気色悪いやつも出てきたしさ、ジャンマイバックでさ4番2頭の仕掛け、1番の藤田を連れて村田を叩きました。南関東勢どうやら2射での先行勝負、3番手が2番の村田、そして6番手からかましてきました。3番阿比古宗義、阿比古のかましに5番尾崎が追走していきまして、埼玉勢が2頭を叩く勢い、残り1周切りまして、人気2番村田裕樹は5番手からの祭り展開になっています。風呂も入ってねえで、なんか汚ねえ部屋でなんかパソコン見ながらなんかポチ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 ちゃんと打ってんだろ、この気持ち悪い。残り200を切りました。3番阿比古、後ろは5番の尾崎が守る形で、メガネのロングで風呂の入ってない2番の村田裕樹が縦足を伸ばしてくる。後ろ2人は置いていないが、阿比古尾崎、外から2番の村田裕樹一気に突き抜けてゴール。2番手は5番の尾崎か、全然良かった。その後6番の清水正彦が3番手のように見えますが、これ2番5番6番ですとかなりの高配当が見込めそう。これちょっと待ってたのじゃん、来たんじゃ、これ本当にとんでもないの来たのよ。 231.3 倍ポイント来た、なんぼでも200ポイント。いやでも十分じゃないですか、230倍、あそうか、すごい競争を分けて4万6、もっと取れた。ちょっと何 で決まったか、ちょっと私ちゃんと見てなくて、俺もポンタしか見てなかった。そうなんですよ、2、5、6だったらどこ見てんの先生、手疲れないかなって来てますよ。見てください、この2番の強さ、2番強かったね、うん、ちゃんと2、これ2で次ちゃんと残すかな、2で、これ2、6じゃない、これ 6来てたらすごいんですよ。3ですか、6ですか、スーパースロー6に見えたけどな、全部見せるよね。2、5、3でもいいです。あ、6や、伸びてる伸びてる、あ、どうやろ、どうだ、2、5、まあ、後ろが見えないけど、まあ、6でも3でも2、5だったらどれでもいいです、うん、はい、どれでもいい、6が一番いいですもん、とりあえず10万以上になりました。2、5、6だったら 231.3 倍、2、5、3ですと 88.5 倍、うん、で、2、5、1が 184 倍。え、何ポイント使った、1万、これの車検が1万6100ポイントぐらい、200ポイント入れてるんだと、もっと使えたら、なるほど、全然な、いや、もっと全部いってたらとんでもなかった、とんでもなかったかもしれない、いい買い方しやん、あの2車単を入れちゃってたんで、うん、怖くて、いや、いい買い方したと思いますよ。いやいや、良かったと思うよ、うん、やばいよ。決定、1着2番、2着5番、3着、6番、うん、おー、いい車が来た。これちょっと最後の最後で阪神から来ましたか。あ、本当ですね、2号、いやー、で、阪神百貨店の、緑、紙の色が来たんです。あ、ほんとだ、言ってるじゃないですか、だから僕今四つ葉の黒い、結局阪神優勝おめでとう、あれ、うわー、決まってた、黄色黒、はい、黄色黒だ、では払い戻し券見ていきましょう。2車単2号が3850円、3連単が256で2万3130円でした。すごい、田中ちゃんやった、やったー、やりました、素晴らしい、やったー、すごい、この子名前なんていうの、的中率もすごいことになってますよ、はい、見てください、お花の数、縦のすごい、4列が何者、なんか若干あゆきさんに似てない、お見事です、すごい、すげえ似てる気する、あゆきさん黒髪にしたらこんな感じなんですね。明日のお知らせです。明日ですが、午前8時20分から別府 F2 最終日、続いて午前10時30分から青森、明日の青森初日はおもろそうだけど、なんか変えそうな番組がねえんだよな。続いて午後4時40分からは豊橋 F1 最終日です。続いて夜8時30分頃からのウィンチケットミッドナイト競輪は平塚 F2 2日目、
ゲストはドリアンズ堤さん、ママタルトのお二人、かえりさん、そして解説は元ガールズ競輪選手の野原美咲さん、進行は高里恵里奈さんです、はい、野原さん初解説なのでね、ぜひ皆さんお楽しみに、はい、さあそしていよいよね、明日から15日金曜日から共同通信支配も始まりますよ、うん、青森競輪場でと。ウィンチケットでは翌日16日土曜日から13時50分頃からですね、こちらグレードレーススペシャル共同通信支配をお送りします、はい、そちらもぜひねお楽しみに。金山先生、これ共同通信支配見どころどこですかね、はい、ですね、明後日の2次予選までは自動番組というので、はい、番組編成員があのメンバーを組まないんですよ、うん、どういうことなので明日ですね、佐藤慎太郎選手が自分でやらなきゃいけない番組になっちゃって、なるほど、はい、北日本3人の先頭を走るんで、それは少しあの本当にね、番組にもねゲストで、うん、ね、遊びに来てくださいましたけど、ちょっと注目ですよね、面白そうやね、普段ね番手なのでね、はい、確かに楽しみ、あとは若手選手がもう大変本当いろいろ分散して、うんうん、もうこの2人当たっちゃうのとか、ね、とある番組ありますから、はい、しかも明日新山番手よな、もうよく楽しんでいただければと思います、個人的には新山めちゃめちゃ応援してるから、明日の新山の番手っていうのはなかなかおもろいなと思ってるんだけど、難しいですよね、佐川前走って、これはもう佐川切り捨てちゃうんだろうか、どうやろうね、だしさ相手が町田清水でしょ、これえぐいよね、この一次予選青森の11レース、面白すぎ、見る分にはね、車券買ってる分にはなんかちょっとどっから買えばいいのよみたいな感じだけど、個人的にめちゃめちゃ面白そうなのは明日の11レース、これはクソおもろそう、小松崎がなスタート取れるんだったら、まあもう差がをね残してあげるなんていうのは無理だと思うんで、ね、小松崎がスタートを取れるんだったらもう前取って突っ張って新山出てって9-1で決めるっていう、あ、ヤマケンも番手、マジっすか、何レース、こっちのヤマケン山崎健っていい、これおもろいよね、ここも中西が前走って古性村上、これも番手発進ありきなんかな、まあ、相手坂井陽だからな、まあ7-1でしょうね基本、いや面白すぎる、いいね G2 だけど、これもすごいね、佐藤慎太郎が一番前でやらなきゃいけないっていうね、まあ来そうだけどね、全然大丈夫そうじゃない、勝ち上がりは大丈夫そうと思うけどな、先をあれ山口県っています、なんかいなかった気するんだけど、さあ買わねえ買わねえと言いながら4500円買ってしまいました、当たれば15514で逆転、513はあの保険ですね、保険の窓口です、吉道7番の峰重ですが、ここは5番の吉道がスタートを取り切っています、一方及ばず7番の峰重、1番車筒井優也が上昇していきます、6番は高井流星です、3番の福本啓太も車を上げて、4番の北野義治、現在最高峰2番車越智信隆といった序盤戦です。さあここで3番福本啓太に成功を変わっていきます、大阪119期の本格派、逃げ1本で着実に力をつけています、今日も迷いなしでしょうか、番手が地元の主役5番車吉道正樹です、前期前々期と S 級で揉まれました福本とも初連携、そして3番手で折り合った1番筒井優也、まあ、今期は15年半ぶりの A 級戦、すでに優勝3回とさすがの底力、追って切れ目の4番手4番愛知の北野義治です、展開に応じて何でもできる人なんですが、今日は中部短期、初手は4番手様子を見て5番手から6番高井流星です、
福本との2分戦全決中のその意地を見せたいところ。マークは同県オフェーバー峰重です。さあ突っ張ってくれたらおもろい。で乗り込んでいます。あとは2番車愛媛の越智信孝。さあ1コーナーから1コーナー残り3周を切って6番の高井流星動いている。3番の福本が突っ張るか。まあ突っ張るよね。さあ上昇して高井流星を3番の突っ張っていく。あっと早くも引き離しような先行争いか。ここは福本が突っ張って、結局6番の高井はもう一度どんどん踏んで、どんどん踏んで、3番ホーム、3番福本啓太早くもエンジン全開か。5番の吉堂どんどん踏んでください。追って4番の北野義晴で6番高井は5番手体勢を立て直してジャンを迎えます。いけいけ。3番福本啓太やはり迷いがありません。5番の吉堂正樹、1番筒井優也のチラチラ後ろ見なくていい。4番の北野が足を溜めている。6番の高井はあー北野お前いっちゃあかんって。5番車吉堂の牽制、吉堂の牽制、もう一度二の足。おいお前それダメだって。いやふざけんなマジ。はぁ、あー7まで来た。あうわそれはねえわマジで。吉堂一番行くなってお前。そうか、あいつだって別にビリだったって関係ねえもんな。独占競争9レースを振り返ります。福本の突っ張り先行、高井の仕掛け、動くなって最終フォームから勝負に出たんですが、吉堂の牽制、そしてゴール前でその吉堂がわずかに抜け出しています。517結構つくんだよな。スーパースロー5番1番7番での通過、5番1番7番での通過。しかしこの実況放送決定ではございません。いやー、高井が全然動かねえから来たのが行くしかなかったやん。さあ、第9レースをご覧いただきまして、地元の吉堂選手のカメラが。いやー、もう腹立つわ、マジでミット。突っ張り先行は突っ張り先行なんですよ。結構ボンバーします。嫌いだわ、マジで。北野選手がお疲れ様でした。また明日。お疲れちゃん。高井選手、高井選手のね、また明日。この後 VTR 見ながらまたお願いします。決定。いやーやってられんね。はい、終わります。また明日頑張りましょう。それでは皆さん、また明日も配信見に来てくれるかな。いいとも、お疲れでした。あー勝てねえミッド。いやーわかんねえわ。もうお疲れ様でした。お疲れお疲れ。